よし、ロランド完成したぞ。あっと、イニシエのメダルがよくぞ作ってくれた。それさえあればこのメルキドにかかる、空の闇が晴らせるだろう。さあ早速希望の旗の上に掲げてみてくれ。約30個あげる。ここか、旗の上に掲げるぞ。これをん座る、三角使う。シャキーン。ロトの紋章、ロトモンだ。あ、眩しい。ガーン。アレフガルドに光が戻った。メルキド地方だけだけど。メルキドの大地に光が戻った。みんな出てきた。終夜よ、よくやりました。ルビス様、この地は竜王の悪しき力から解放され、人々は自らの力で発展していくことでしょう。忘れてはなりません。この世界にはあなたの助けを待つ人が数多くいるということ。見るのだ、見るのだ終夜。空に光がこんなにも広く青く美しく。その夜、光の復活を祝い、塩屋の活躍を称える宴が開かれた。作った部屋も貿易も魔物の攻撃を受け、宴の場所もご馳走も豪華とは言えなかったが、楽しそうな人々の明るい笑い声はいつまでも途絶えることはなかったのである。そして夜が明けた。なー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 の方がお好きなんだけどな。目覚めたようだな塩屋よ。昨日の夜は久しぶりに腹を抱えて笑ったぞ。ロッシュがあんなにひょうきんなやつだとは思わなかった。ピリンの料理も口にしたときはね、さすがの我が輩ももうダメかと思ったがな。我が輩は昨日の夜遅く、東の岩山の奥に光が降り注ぐのを見たのだ。ひょっとすると何かあるかもしれん。もしも気になるなら行ってみるがいい。もちろん無理に行かなくてもよいのだぞ。お主の好きなようにするがいい。東の東、こっちが北だから、あっちがいいから、じゃん。あそこに箸でもかかったのかな。あの奥かな多分。もうやり残したイベント済ませたいよな、とりあえずは。それなりにあるんだよな、やり残したイベント。どうしようかな。とりあえずイーストに向かって、先に次の目的地だけ確認しとこうかな。あっちの奥のウエストのドラゴンはもう倒したしな。目的地だけ発見しときますか。文字が綴られている。橋は壊されました。やっぱダメだ。あ、結構暗い。ダメだ。あれだあれだ。あれは私はダメージは食らいません。これだな。その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉ですと。この地で得た力も学んだことも全く通用しないでしょう。
その光の扉をくればあなたは全てを失うことになるのですと。闇を払いたいと願うのなら光の渦の中に飛び込むのです。精霊の導きのままにと。そういうことね。じゃあとりあえず残ってる残剣を整えてから行こうかな。いい音楽。とりあえず分かりきってる残剣ぐらいはねクリアしておきたい。とりあえず石垣を。あった。お墓のイベントと、とりあえず設計図がもう一つ、そしてドラゴンさんがあと一匹いるはずらしいから、それだな。まずはこれを。どうしようかな。やっぱここだよね。ここ入り口だしな。この宿屋を改装しちゃおうか。そうしよう。これこっちに広くして、うん、作り変えちゃおう。そもそも中に湧いてきた。まあいいや、任せとこうか。一度外でいいから置いてみようか。これ壁なのかどうかすらわからないんだよね。置いてみよう。どんなの？やっぱこんなのになるのか。となると憩いの場所だから端っこの方に作りたいな。となりますと、この宿屋をもうちょっとこんな感じにして、その奥、いや、宿屋一回ぶっ壊しちゃおう。こうかな。ふう。で、宿屋を後で作るから。まずは土が44個。違うね。あれ？ここ土じゃないの？あ、違う。ここか。今日は徹夜だな。ブラック企業かな。庭園できるまではお前らの寝る場所ねえから、お前の寝る場所ねえから。お次は、ベンチ、ベンチ、フェンス、フェンスもベンチもあったな。フェンスにベンチ。ベンチ。フェンス。んで、かがり火が2つ。かがり火2つはさすがにない。かがり火がこっちじゃなくてこっちか。かがり火が2つ。かがり火、かがり火。ここなんだ。ここ土か。そして布の草が4つ、癒しの葉の茂みが2つ、花が、ガラス窓が2つ、
ここはブナゲンボク。持ってたっけそんなの。あったあった。意外にあるね。ガラス窓を二つ。クラフトクラフト。空き部屋が完成した。で現状がなんかいろいろあるな。花系、白い花を、白い花6個足りんだ。まあ白い花はいくらでもあるからいいや。白い花、次黄色い花、桃色の花。そこじゃない。足元に置くんだね。まだできてないから集まってこなくていいよ。黄色い花はどっちかな。こっちか。そうだね。そして布の布草。これであとは桃色が2つと なんでもみんな部屋まで来るんだろうね。いいけどさ。桃色の花にがな、ちょっとしんどいな。桃色の花はつぼみか。桃色のつぼみどこで手に入れたんだろう。まあ行ってみましょうか。あそこ行けるね。ここは一体何が待っているのやら。いた。尋ね人か。とりあえずこれはあれだな。話す。こんな場所まで人間が来るとはな。その苦労には頭が下がる思いだが、俺は大傷じゃない。人間は嫌いなんだ。早く消えてくれ。おっと、ちょっと待て人間。ここで死んだ自分の仲間の人間たちを弔いたいとは思わないか。人間のことは嫌いだが、その気があるなら墓作りの極意を教えてやるぜ。一度しか教えないからよく聞けよ。石の墓をひらめいた。どうだ、墓の作り方は覚えられたか。野ざらしになっている屍は穴を掘って土をかけ、その上に墓を建ててやれ。これが一番の埋葬方法だ。死者も喜ぶだろう。俺は人間が嫌いだ。気をつけて帰るんだぞ。壊せない。これを作ればいいんだね多分。まずお墓を作ろう。お墓、お墓。石が大量にいる。
とりあえず石だね。宿屋なくなったまんまだぞ。いや、もういらない宿屋とか、その寝る場所ぐらいなくたっていいよね。俺の部屋は広いし、俺の寝る場所はあるから、もういっか。ダメ？ダメ？いいんやねえの、いらないんやね。ドラキーのレアドロップあった。これこれ、こいつが欲しかった。よし、もう溜まった。ただいま、集めてきたぜ。ドラキーのレアドロップだったね。よっ、これとこれで完成だ。大木槌の庭園が完成した。やったぜ。時間ごとのヒットポイント回復量が増えるんだ。これはすごい、これはすごい。みんなほら、みんな褒めて褒めて褒めて、みんな褒めて。すげえじゃねえか。良いではないか。だろだろ。はい、満足。はい、片付ける。よし、これで あとはお墓とドラゴンか。んー、じゃあとりあえずお墓のイベント行きますか。あ、ここだ。お墓のイベントをこなしましょう。お墓を作りたい。ここにお墓を建ててくれるの？よし、ここだね。これだな、多分。ここにお墓を、ここにお墓を建てよう。お墓、お墓、あ、あるある。足りんね。もう一個だな、これ。作ってくれよかった。もしかしてここのレンガも完璧に作んなきゃダメなの？じゃあここが開くようになりそうだ。レンガで周りを全部きれいにして、でお墓を全部作ったら完成だな。ちょっとお墓はあと一つかな。お墓、ちょっと一個足んない。まあここそんな遠くないし、もう一遍作りに帰ろうかな。目印も置いてるし、レンガはチャリーンって音しないから別にいらないのか。普通にお墓だけもう一個あったら完了そうだね。仕方ない、お墓だけ作ってくるか。よし、これで OK かな。あれ、果てた墓を復活させたアイテムがもらえるぜ。いただきます。あんまり大したことなかった。僕の代わりにお墓を建ててくれたんだ。お墓の建て方がよくわかったよ。僕ね、ずっとずっと昔お腹が空いて死にそうになってたところ、人間に助けてもらったことがあってね、少しでも人間に恩返しがしたくて、人間のためにお墓を作ってあげるって決めたんだ。いつお墓を建て終わるかわからないけど、大木槌の寿命は人間より長いから、いつかやり遂げてみせるよ。また人間のことが好きになったよ。あれから元気にやってるかい？わかったよ。よし、あとはドラゴンさんぐらいか、残ってるイベント。いた！
いたよドラゴンさん、ここ城よりもさらに奥。オッケー、いた、崖の上にいたよこのドラゴンさん。ジェス、はい、これもう一個上上がって大丈夫？上がったら多分ダメだよ。はい、来た来た、はい、パターン入った、はい、パターン入った。 L1 で上見ながらぶったたくとパターン入った。ドラゴンさんは、2マス下から叩くと楽勝です。ドラゴンさん、ドラゴンさん、いやー楽ちんですね、楽ちんすぎてかわいそうですね。ちょっと食らってあげよう攻撃4。はい、ほら殴っていいよ、殴っていいよ、殴っていいって言ってるでしょ。あ、4 25。はい、回ったら、おお5。はい、もういい、もういいね、もう頑張ったね。はい、お前は頑張った、俺の体力をここまで減らしたんだからな。あれ、何もドロップしてない。んー、このドラゴン何落としたんだろう。まあドラゴン全部倒しちゃったね。動画になんかサブイベントないのか、ちょっと調べてみようか。お墓を作って旅の扉青、庭園作りから少し西へ進んだ場所にある洞窟の中、骨の上に土ブロックを置き、その上に石の箱と幽霊が出現するのだ。こんなんわかるかよ。ちょっと庭園のとこに戻るか。庭園、庭園。